フロリダ州タンパにあるヒルスボロー軍道561号線の標識現在主流となっている群道の標識群道は米国及びカナダはオンタリオ州内の道路のうち軍の道路局が指定し管理を行う道路。道路番号は各軍が独自に振ることもあれば軍同士で道路番号を調整する場合あるいは州レベルで統一のルールを設ける場合もある。 特に道路に固有名や道路番号がついていなくても、軍が管理する道路はすべて、軍道と呼べる。州や軍によっては、地勢に基づいた名前をつけたり、自治体名、人名を道路名とすることもある。その他に地域を座標に見立てて、番号を振ることもある。この場合、例えば、東2000号線といえば、あらかじめ指定された起点の原点に、 総統から東に二重外区を南北に走る、軍道ということになる。これらはあくまで一例で、他にも様々な番号の振り方がある。管理下にあるすべての軍道に、特に基準を設けず適当に番号を振る軍もあれば、通常使われる通りの名前を書いた標識にあたる、標識。道路標識を参照されたいに、軍道番号を添えるだけのところ、果ては番号を一切振らないような軍もある。 道路規格や道路の維持、管理の頻度、財源は群動によって千差万別である。市街地では高速道路規格になっている場合や、地域間を連絡する群動では、修道級の規格になっている場合がある一方で、住宅地では単なる路地が群動になっていることもある。外して田舎の群動はほとんど往来がなく、道路整備もあまり頻繁に行われていない。そのため舗装している場合は、 路面が荒れていることがあったり、そもそも未舗装のままであったりする。人里離れた場所では砂や砂利、あるいは地肌を踏み固めただけのところもあり、こうしたところではたまに人や馬の足跡、四輪車の輪立ちが残っている程度の往来しかない。ウィスコンシン州をはじめ、軍道を大規模に整備し、幹線同士の連絡や、都市間連絡の役を追わせている州もある。ウィスコンシン州で採用されている。 主要軍道の標識このタイプの標識を採用する州も多い。軍道の標識は青字に木文字の五角形で推奨されている形状。白字に黒文字の長方形が主流。米国にはどの市町村にも属さない地域を抱える州が多く、当該地域は軍直属となる関係上、それらの州は必然的に軍道を抱えることになる。バージニア州や ノースキャロライナ州等の軍には軍道に指定された道路はほとんどなく地方公共団体密接地域を走る道路は軍ではなく州が直接管理している。コネティカット州等にはそもそも軍に相当する地方公共団体がないので定義上軍道は存在しない。コネティカット州のタラスカ州等にも軍道が存在しない。ルイジアナ州にも軍は存在しないが 軍に相当するパリッシュと呼ばれる地方公共団体があり、他州の軍道各にあたるパリッシュルートが存在する。ミネソタ州では、州交付金軍道の指定を受けた軍道がいくつかある。建設、管理主体は軍であるが、州の軍道補助用の交付金を受けることができる。軍道を特に州交付金軍道と呼んでいる。州交付金軍道と他の一般軍道を区別する。 軍と特に区別せずに一括して管理する軍がある。スターンズ軍では、州交付金軍道には、標準仕様として推奨されている青字の五角形の標識を用い、他の一般軍道には、ミネソタ州の標準仕様となっている白い正方形の標識を用いることで両者を区別している。本州うちの軍道は、軍道番号で区別されるが、例外的に、どっち軍では、 一般軍道の一部にアルファベットをつけている。ラムゼイ軍内の道路にもアルファベットが付けられているが、これは軍道ではなく、セントポール市の北の地域を東西に走る道路には、アルファベットの通り名をつけることにしたもので、カウンティーロード B は、軍道 B 号線という意味ではなく、ラムゼイ軍 B 通りの意味である。複数の軍をまたぐ軍道には、軍艦軍道に指定され、標識にもその旨が、 アルファベットで記載されるが、これをことさら案内している地図は少ない。軍道番号の振り方に統一の規則はなく、州によってまちまちである。ウィスコンシン州のように1から3文字のアルファベットを振る州もある。ウィスコンシン州では大抵の交差点に軍道番号の標識がある。軍名の重複があるため、軍道番号も重複することがままある。イリノイ州のように番号か、 アルファベット1文字と1から2桁の番号の組み合わせを用いることもある。路線の起点をはじめ、ある程度の間隔で番号標識が設置されているが、国道や週間高速道路のように走行方向によって偶数、奇数を振り分けたりすることはほとんどない。アイオワ州ではアルファベット1文字と2桁の番号の組み合わせが使われる。 ニュージャージー州には2種類の番号があり、500番台は主に複数の軍にまたがって走る軍道用の番号で、600、700番台は軍内で完結する軍道に付けられることが多い。ニュージャージー州の軍道は案内が行き届いており、修道と同じようにマイルほどが0.5マイルごとに振られ、フラで高速道路の出口案内にも連絡する軍道番号が記載される。 ありがとうございます。